浜松町駅。浜松町駅は東京都港区にある東日本旅客鉄道 JR 東日本東京モノレールの駅である。ただし東京モノレールではモノレール浜松町駅、モノレールは浜松中駅が正式な駅名である。所在地は JR 東日本が海岸1丁目、東京モノレールが浜松町2丁目となっている。 JR 東日本の各線、工術と、東京モノレールの東京モノレール羽田空港線が乗り入れている。また、JR 東日本の駅には、の、スリーレターコードが付与されている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、東海道本線1路線のみである。詳細は、路線記事及び、鉄道路線の名称参照が、当駅には、 電車線を走る京浜東北線電車及び山手線電車のみが車し、旅客案内では東海道、本線とは案内されていない。このほか、東京貨物ターミナル駅方面への東海道、本線支線、東海道貨物線の起点駅となっているが、現在、東駅東京貨物ターミナル駅間は休止中である。また、当駅は JR の特定特使内制度における、 東京都区内を呼び、東京山手線内に属する。東駅付近では、日本の鉄道開業当時から列車の運行が行われていたが、この時点では、まだ東駅は開設されていなかった。開設されるのは、市外高架線の部分開通に伴って、国有鉄道東海道本線の品川カラス森、後の新橋駅間が開通する1909年。 明治四十二年十二月十六日のことであった。鉄道開業当初の新橋駅は後に、貨物駅となる、塩止め駅で、また東京から北へ、鉄道網を伸ばしていた日本鉄道のターミル駅は、上野駅となっていたが、この間を結ぶ鉄道がなく、連絡が課題となっていた。このため、この間を連絡する、高架鉄道の建設が行われることになった。 この際に東駅付近で急線から分岐する形で高架橋を建設した。この時点では旧新橋駅が東海道本線の起点で東駅は東海道本線出線上の駅であった。開業時点では山手線の電車のみが停車する駅で島式プラットフォーム一面二線が設置されプラットフォームの長さは約93.6メートルあった。すぐ東側には 竹芝や芝浦など、東京港の桟橋があり、伊豆七島へ向かう航路などへの連絡駅でもあった。1914年、大正3年12月20日に、東京駅が開業し、これに合わせて、東京駅を起点とする市街高架線が、東海道本線となり、東駅も東海道本線上の駅となった。東海道本線の長距離列車の運転も、この際に開始されたが、 当駅には長距離列車用のプラットフォームはなく、引き続き近距離の電車のみの停車する駅であった。東京駅開業に合わせて、京浜線電車、後の京浜東北線が運転を開始し、当駅にも停車するようになった。山手線と京浜東北線は、田町田端間で同一の線路を共用して運転してきたが、旅客の増加に伴いさばききれなくなってきたため、 線路を増設して分離する工事が行われ、1956年、昭和31年11月19日に供用開始された。これにより、当駅の JR ホームは、現在に見るように、島式ホーム2面4線の駅となった。1964年、昭和39年9月17日には、東京モノレールが乗り入れて、 空港連絡のターミナル駅となり、さらに2000年、平成12年12月12日には近くに、都営地下鉄大江戸線の大門駅が開業している。かつては、東海道新幹線のさらに海側に、東京貨物ターミナル駅につながる、貨物線、通称、王子路線が通っていたが、都営地下鉄大江戸線の工事に伴い休止となった。なお、行楽シーズンには、 貨物線上に設置した、当駅の特設ホームから、九州や北海道方面へのカートレインは1990年から、末期の1998年まで発着していた。それ以前の恵比寿駅から移転。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。出入り口は、新橋より地上階の北口、ホーム中ほどの階段、エスカレーター、エレベーターを上がった場所にある中央口。 同じくコンコース経由で東芝ビルや日の出山橋方面及び金杉橋方面への南の3カ所である。中央口と南口はホームの上層にある京城駅舎で改札口から世界貿易センタービルとの連絡通路やその北側にある通路を通って東京モノレールへの乗り換えが可能である。2002年に JR 東日本が 東京モノレールを買収してからは、コンコースの改修工事によって、エスカレーターの増設やエレベーターの新設、それに東京モノレールの駅に直結する連絡通路と、出口専用の札口を新設し、JR から東京モノレールへの乗り換えの円滑化が図られた。出店、JR 東日本、駅構内図山手線外回り、京浜東北線南行ホーム、3.4。 番線ホームの田町寄りに像がある。名称は、小便小像で、季節によって衣装を変えることで知られ、通勤、通学客の目を楽しませている。1952年、昭和27年10月14日の鉄道開通80周年に、再して、当時の浜松町駅長の C の A サブロが、何か記念になるものはないかと新橋駅の、 食卓司会だった友人の小林光に相談し、小林の長男誕生記念に作られて診療所の庭に置かれていた白い陶器製の小便小僧が寄贈されたのが最初である。このホームは当時未教用で、1956年昭和31年の山手線と京浜東北線の分離運転手源ようやく利用が開始されている。1955年昭和30年5月に、 プラットフォームの改修工事が行われ、小林から新たにブロンズ製の小便小僧が寄贈された。当初は衣装はなく裸の状態であった。ある寒い日に女の子が毛糸の帽子をかぶせたのが衣装を着せる最初であったとされている。その後、浜松町の会社に勤務していた田中英子という女性が衣装を作成して着せるようになった。 1955年のブロンズ製の像の除幕式でも、田中の作った衣装でキューピット姿で現れている。その後30年余りにわたって田中が200着以上の衣装を作り続けてきたが、田中の死去により再び裸に戻った。1986年、昭和61年には、東京消防庁芝消防署から防災 PR 用に小便小像に着せる。 消防服を作ってほしいと港区の手芸グループ、アジサイに依頼があった。それをきっかけとして、同年11月から再び着せ替えが始まり、それ以降はアジサイより衣装が毎月変更されている。像は動かせないので、人間のように衣服を着用することはできず、仮縫いまで済ませた服を持ち込んで、現地で縫い合わせることで着用させている。 当初の白い陶器の小便小造が作られたきっかけであった小林光の長男小林光堂は現在も駅近くの世界貿易センタービル14階で地下院を開いている2009年平成21年の開業100周年記念で改札外コンコースに小便小造のモザイクレリーフが設置された世界貿易センタービルに隣接した モノレールビルに位置している。東端式ホーム2面1線を有し、東側から乗車ホームと降車ホームに分かれている。前日の通り、東京モノレールの駅の正式名称は、モノレール浜松町だが、駅や列車内の自動放送、行き先表示、発車表では単に浜松町とされており、その他の旅客案内でも浜松町と浜松町が混在している。 出入り口は開業時に設置された中央口と1990年代後半に天王洲アイル寄りに設置された南口の2カ所である。中央改札口には定期券売り場が設置されている。エレベーターは校舎ホーム中央改札口間、校舎ホーム南改札口間、東京モノレール本社内1階から3階間は乗客も利用可能に加えて、 中央改札口と1階を連絡するものも新設された。なお、校舎ホーム中央改札口間はホームから改札までの一方通行であり、中央改札口に併設した出口専用の幅広型自動改札機につながっている。エスカレーターも多数設置されているが、JR 東日本が東京モノレールを買収してからは3階と JR コンコースを結ぶものを2基新設したので、 前述のエレベーターや京浜東北線の快速が停車するようになったことと合わせて、羽田空港からの乗客の移動をスムーズにしている。かつてはエンキャット、モノレールシティアターミナルが設置されていたが、友人カウンターは2010年3月31日、自動チェックイン機は同年9月30日をもって営業を終了した。跡地には、中央改札口から乗車ホーム間のエレベーターと、 シティバンク銀行の出張所、2012年12月8日、営業終了が設置された。シティバンク銀行後に、保険代理店の保険の窓口が2013年6月7日に開業した。合わせて入り口専用の幅広型自動改札機も設置された。2009年6月に東京モノレールが国土交通省に提出した計画によれば、 開業以来45年間軌道1本、単線だった現在の世界貿易センタービル横にある駅施設をホーム2面、軌道2本、複線に改良する予定である。JR 線路の東側に移転することも検討されたが、コスト面などの理由で現在の場所にある駅の拡張にとどまった。計画が検討された急進幹線線路の移設で空いた敷地は二千九年時点では一部を 有料駐車場や事業用車両の駐車場として利用されていたが、2013年4月の時点で閉鎖され、新駅舎建築に向けボーリング調査が始まっている。東日本旅客鉄道 JR 東日本の定例会見で浜松町駅西口周辺開発に合わせて JR とモノレールを対象とする駅全体の改築を計画していることを明らかにした。 モノレールの東京駅への延伸構想については、後期やコストなどの観点から、現時点での事業化は難しいとの考えを示した。都心と羽田空港のアクセス面では、東京モノレールと京急リムジンバス等で利用者獲得競争が続いている。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り JR は除く。 各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。周辺は大企業から中小企業のオフィスが立ち並ぶ、都内有数のオフィス街である。駅に隣接して、西側に、世界貿易センタービル、東側には、旧縛り旧温指庭園がある。北口は、汐留塩止め潮サイトの南の玄関口で、大型のオフィスビル、塩止め縛り旧ビルディング、塩止めビルディングの完成により、 上降客が増加している。東京都交通局、都営地下鉄の大門駅が近く、大江戸線では副名称が浜松町となっている。建設時の仮称も浜松町。JR 線からは大江戸線のみ乗り換え案内されている。浅草線は隣の新橋で乗り換えた方が便利である。また、伊豆諸島や小笠原諸島へ向かう定期線の出港地である。 竹芝三橋、水上バスや海上バスの出港地である、日の出三橋や、東京タワー、芝公園、増上寺、港区役所まで徒歩でアクセスすることが可能である。バス停留所は、駅前通りにある、浜松町駅前と、世界貿易センタービル内にある、浜松町バスターミナルとなる。東京都交通局により運行されている。駅周辺は、 都市再生緊急整備地域の指定を受け、国土交通省、東京都、港区、JR 東日本、東京モノレールの5社による、浜松町周辺地区の交通施設整備計画が進められている。これは、2008年1月に完了した塩止め、再開発、塩止め塩サイトによる道地への訪問を含めた、乗降客の増加、そして2010年10月21日に予定されている。 羽田空港国際線定期便就航及び新駅、羽田空国際線ビル駅開業によるモノレールの乗り換え客の増加に対応するものである。港区は当駅周辺の交通結節機能を強化するため、駅北口から汐留方面へ延長約75メートル、福院約20メートルの浜松町駅東西自由通路の整備を計画している。これは京浜東北線、 山手線東海道本線、東海道新幹線をまたぐものであり、世界貿易センタービルのデッキ、文化放送側デッキ及び、塩止めのペデストリアンデッキに接続する。2009年度内に事業費負担を JR 東日本と協定を結び、外力設計に着手する予定である。これに合わせて JR 東日本も北側に駅舎などの関連設備を整備し、 以前の東京モノレール新駅予定地に設置する計である。東京モノレールについても、現行の駅位置において、軌道を1本増設して複線化する2面2線化と、コンコースの拡幅の実現を図り、1時間あたりの最大運転本数を現在の18本から24本に増やすようである。2012年10月に東駅周辺の交通施設整備計画の概要が発表され、 コンコースを大幅に拡幅するほか、2014年度から世界貿易センタービルの建て替えを行い、2024年度に完成させるなどの施策が行われる。2013年2月の JR 東日本の定例会見によれば、JR 駅、モノレール両浜松町駅全体の改築が発表された。現在山手線各駅ではホームドアの設置を進めているが、 当駅への設置は大規模改良工事後に行われる。2013年9月現在、北口付近と竹芝通りをまたいだ、潮止めペデストリアンデッキ接続ブリッジの工事が、2014年3月末春行の予定で進められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。